オーブリー・レイ・フィッチはアメリカ合衆国の軍人、海軍大将。海軍飛行士であり、1920年代から海上と陸上を関連させた航空関連の重要な活動を指揮した。また後には海軍士官学校長を務めた。フィッチは1883年6月11日にミシガン州セントイグナスで生まれる。1902年の夏に、 海軍士官学校に入学し、1906年2月12日に卒業した。2年間の海上勤務では、ペンシルベニア・チョーンシーに上官し、その後1908年2月13日に少尉に、任官・レインボーコンコードで勤務した後、ニューポートの海軍水雷ステーションにおいて、水雷課程に学び、モンゴメリーで訓練を受けた。水雷課程を了すると、フィッチは、 デラウェアの偽装に従事し、その後アナポリスに戻って海軍主管学校の教官として着任、1911年から12年まで訓練主管のアシスタントを務め、12年から13年まで体育の教官を務めた。その後駆逐艦、バルジ及び団艦で勤務し、続いてテリー艦長を拝命、大西洋艦隊予備役水雷小艦隊、第二部隊で活動した。 大西洋艦隊総司令部スタッフ職を務めた後、フィッチは1915年1月にヤンクトンの艦長に着任、総司令官の補佐官も務めた。1917年春にアメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。すると、フィッチは間もなくヤンクトンの艦長職を離れ、5ヶ月間を総司令部スタッフ職で過ごす。その後はイオミングに砲術士官として、 着任、終戦まで、グランドフリートの第6戦艦戦隊で活動した。急戦が成立すると、フィッチは再び海軍士官学校で勤務し、それと、並行して、マサチューセッツ州ヒンガムのヒンガム海軍、弾薬小別艦の検査官職も務めた。また、メイン州、フレンチマンズベイの海軍燃料補給地の下記、検査官も務めた。一九二0年八月からは、 高速機雷不接艦部隊を指揮し、ルース及びマハンの艦長も歴任した。1922年12月にマハンの艦長職を離れ、フィッチは1927年3月までブラジルのリオデジャネイロで勤務した。その後はシントン DC で海軍省に報告を行った。あと5月にネバダに着任。同年11月には旧カテカンのアークティックの艦長に着任した。 フィッチは1929年6月にフロリダ州のペンサコーラ海軍航空基地で飛行士としての訓練を受け、1930年2月4日に初飛行した。カリフォルニア州サンディエゴのノースアイランド海軍航空基地で短期間勤務した。あと、春に水上機防艦ライトの艦長に着任。1931年7月にその任を離れ、海軍初の空母。 ラングレーの艦長職を務めた。バージニア州ハンプトンローズのノーフォーク海軍ステーションの司令官職を九百三十五年六月まで務めた後、空母戦闘部隊の参謀長となり、その後九百三十六年四月に歴新ントンに着任する。九百三十七年六月から九百三十八年五月までニューポートの海軍大学校で上級課程を収め、 1938年6月にペンサコーラ海軍航空基地司令に着任する。1940年春に新珠湾を拠点とする第二偵察航空団の指揮官となり、その7ヶ月後には第一空母部隊の司令官としてサラトガニ旗を掲揚した。1941年12月の太平洋戦争開始時、フィッチは最も経験を積んだ。 空母司令官の一人であった。フィッチの機関サラトは1941年12月7日の日本軍による真珠湾攻撃時はサンディエゴで整備中だったが、米空島救援のために出動した。しかしながら、米空島には日本軍が上陸したことが判明し、救援は中止された。その後1942年1月下旬にオアフ島沖で、 日本海軍の囲、e、号第六潜水艦による雷撃で大破した。フィッチ少将は1942年4月3日にウィルソン・ブラウン中将とその任を交代し、以前乗り組んだレキシントンに正気を掲げた。35回海戦でフィッチはレキシントンとヨークタウンからなる第17.5任務軍の指揮を取る。同軍はフランク・ジェイ・フレッチャー少将が指揮する任務部隊の一部であった。 三五回海戦は史上初の空母同士が主力として戦った海戦であった。結果として連合国軍は日本軍のポートモレス B 攻略を妨げることができたが一方ではアメリカ海軍初の空母損失に終わった。フィッチは第17任務軍の機関であるミネアポリスに正気を移した。フィッチはシャーマン艦長及び レキシントンのモートンティー・セリグマン艦長と共にミネアポリスの医務室に収容されたレキシントンの負傷した乗員たちを訪れた。産後回海戦における功績でフィッチは最初の主勲章を受賞した。その後フィッチは以前の機関であるサラトガに召喚機を移したがサラトガを中心にして形成された任務軍はミッドウェー海戦に対して到着が遅れ参加することができなかった。 アメリカ軍初の揚陸作戦がガダルカナル島で行われてから6週間後の1942年9月20日、フィッチは南太平洋軍空母部隊の司令官となる。彼はデスクワークを嫌い、戦闘地域での危険な飛行を数多く行い、計画された作戦の基礎となる敵の航空兵力の調査を行った。この活動に関して彼は空軍主君十字章を受賞した。 フィッチレイカの南太平洋航空軍は海軍ばかりでなく陸軍、海兵隊、ニュージーランド軍航空部隊も配下に置き南太平洋における連合軍の作戦活動に大きく貢献した。部隊の航空機は連合軍の艦隊を防護しソロモン諸島における日本軍との戦闘で航空援護を提供した。さらに地上部隊の活動に 不可欠な偵察任務も実行し、1942年10月の南太平洋海戦及び11月の第3次ソロモン海戦で日本軍艦艇の位置を報告した。その後フィッチは初期のレーダーを使った夜間爆撃実験を監督し、写真撮影に特化した航空機を活用しての情報収集を奨励した。さらに連合軍のその領域における 巧みなコーディネートが評価され、2個目の主運章を示す、ゴールドスターを授与された。フィッチは1944年の夏に、ワシントンに戻り、海軍作戦部航空次長となる。彼は巧みかつ効率的に海軍の飛行組織を支持し、航空部隊の即応性と展開能力を保障するための努力を監督し、関連する補給のすべてを計画した。これらの努力により彼は、 レジオン・オブ・メリットを受賞した。対日勝利の後、フィッチ中将は1945年8月16日に海軍士官学校の校長職を引き受け、1947年1月15日まで同職を務めた。海軍士官学校長を務めた最初の飛行士出身将官であったフィッチは航空局の設立に尽力し、 海軍は1945年11月28日に航空局を設立した。海軍士官学校長を務めた後、フィッチは海軍次官のスタッフとなり、1947年3月には海軍犯罪刑務調査委員会の委員に就任した。その後1947年7月1日に全ての現役勤務から退任した。 フィッチ大将は95歳の誕生日直前の1978年5月22日にメイン州で死去した。彼の栄誉を称え、オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートの26番艦にその名が命名された。ありがとうございます。